今回は、カラーパレットで準備している色を変更する方法について学んでいきましょう。まあ、非常に簡単なティップとなります。例えばですね、今こちらシェイプをクリックして適当な形を作りますと、右の方にカラーというものがありまして、この下にですね、デフォルトで準備してくれている、カラーパレットが準備されております。この色を変更したいという場合ですね、どうすればいいのかというと、左側のセッティングスというところですね、の中のジェネラルというところの下の方に行きますと、こちらカラーパレットという表示があります。で、この中で任意のですね、色をそのまま直感的に変えることができまして、例えばこちら白色ですね、変えたいという場合ですね、オレンジにするといった場合は、こんな形で、はい、選択をすることによってオレンジに変更をすることができます。そうしますと、こちらですね、元の画面に戻ってきますと、シェイプの色のところが、はい、オレンジの色に変わったということがわかります。こんな形で非常に直感的にですね、カラーパレットの色を変更することができます。少し色の数が少ない気もするんですが、これは致し方ありませんので、この範囲の中でですね、適宜好きな色を使っていっていただければと思います。